なんとか窮地を脱したな。しかし局部あの男が曹操と通じていたとはな。曹操殿の道を行動なく砕け寄って兄へ売るような真似をし、ならぬまじない島で用いるとは。浮津とか言ってたな。孫策、くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に孫家を託してくれた。今度は俺がお前に孫を託す番だ。何を言うのです兄上。任せたぜ。